釣りの話。どうも村田はじめです。今日の動画のタイトルはアーマイアンやん。すごいこういうと言って荒れるんだよね、はい、今日の動画なんだけれども、タイトルの通りなんだけれどもね、釣り人が使う SNS、 まあいっぱい SNS あるんだけど、その SNS どういう人が使ってるかっていう話したいと思います。で、まず、まあ気軽にね、始められる、でしかも匿名でやれるっていうので、まあまずX旧ツイッターがあると思うんだけど、まず X旧ツイッターのみんの、釣り人のね、特徴としては、とにかくまずね、場所をね載せてくれる。結構例えば石狩のここで何々が釣れた、小樽のここで何々が釣れた、言わないでここで何々が釣れた、バザーイみたいな。だから非常に釣り場探しに役に立つんだよね、 X って。でなおかつ、その反面なんだけどね、反面なんだけど、やっぱり匿名でやれちゃうから結構民度が低い。今ポワワワってなっちゃう。民度が低いんだよ。人間なかなか実名とかね、顔出しとかさしないかったらさ、何でも言えちゃうっていう、まあ特に日本人にありがちなあれなんだけどね。まあ民度で言えばもうとにかく低いんだよ。全員がとは言わない。低い人が今から紹介する SNS の中では多いんだよ、X って。で、ただね、その匿名だから、まあ、悪口大会になったりするっていうのもあるんだけど、匿名だからこそ名前は出したくないんだけど、私こういう活動 してますしたいですっていう、ちょっと控えめなんだけど素晴らしい考え方を持ってる人とかも中にはいるのよ。だから X も一長一短なんだよ、よしあしなんだよ。いいとこもあれば悪いとこもある。でもやっぱ人間プラス思考に考えた方がいいから、悪いとこもあればいいとこもあるっていうね、そういうことなんですよ。もういいわ、札幌で行っちゃう。それで次にインスタ、インスタグラムでございますけれども、インスタグラムは本当に魚の綺麗な写真、やっぱインスタってやっぱ画像付きだからね、画像を投稿するっていう SNS だから、魚の綺麗なね、魚体の綺麗な写真を見るのにすごい適した SNS で、やっぱり綺麗なね写真アップしてる人が多いのよ。例えば綺麗なね、サーフとか磯とかね、まあ魚だったりね、釣り場だったりっていうのもあるし、釣り道具もそうだしね、例えばルアーフィッシングとかロックフィッシングやってる人は結構いいんじゃないかなって思いますわね。なんかルアーロックやってる人が多いのかなっていうふうに思います。で、釣り場の情報っていうのはそんなには、X よりはちょっと劣るかな、インスタ。やっぱ X かなって感じですかね。で、次に、Facebook。これは、もう規約で、実名でやりなさいって、規約になってます、これ。まあ、実名じゃなくてもできちゃうんだけど、基本的には実名でやれと言ってます。なんで、実名でやるということは、そうです。まず、民度が高い人が多い、ね。常識的な人が多い。まあ、もしかしたら、って裏で思ってる人もいるかもしれないけど、そういう顔をかぶって人もいるかもしれないけど、っていうところはあんまり出さないんだよね。出さない。で、なおかつ、釣果が結構ガチな人が多い。ガチ勢が一番多いのは間違いなく Facebook なの。で、ガチ勢が多いってことは、これすなわちなんだけど、場所の情報をあまり仕入れることができない。それがあるんだよね。だから、まあ、俺は、もう、X、インスタ、Facebook、そして、スレッズ。まあ、スレッズはもう、ほぼ、仮死状態に近いんだけど、まあ、この、4つやってんだけど、まあ、一番やっぱ、X は気軽に書けるからさ、ね、
俺がなんか変な裸の写真とかなんかそういうのをアップしたりしてんだけどさ、ね、それで日々アンチが増えるんだけどね、はい、でそれでもしだけなんだけど皆さんがまあ悪いことばっかり言ってもしょうがないんで、じゃあそれぞれのじゃあ今度ねちょっと話を変えて SNS の使い方、釣りにおけるね利口ないい使い方は、場所の情報はまず絶対 X がいいと思いますね。で魚の写真も見てえな、癒されてえなっていう人はもうインスタね。でガチの人の超過みたい、超過ね、ガチの人の超過見てっていう人はもう Facebook よ。でそういう風に使い分ければいいんじゃないかなっていう風に俺は思いました。はい。でもな、俺 Facebook ってさ、まず超過ないでしょ、釣れねえでしょ俺。でインスタ、俺ナルシストだから自分の自撮りばっかでしょ。で X 無言で下品な画像を貼るだけでしょ。俺みたいな人間が一番 SNS をやるべきじゃないんだよな、これな。北のロッキーチャンネル。